次に「火と胃」と「胃」の働きについてです。胃は西洋医学の脾臓とは違い消化・吸収に携わる臓器です。胃の働きには主に「運化を司る」「凍結を司ると」があります。この「運化作用」とは消化した食べ物から必要な栄養分を取り出して水穀の整備に 変化させる働きと、食物から吸収した水分を肺や腎に送る働き、水液の運化の2つがあります。また、焼成作用というのは、水国の整備を情報に送る働きで、主に肺や腎に送ります。肺に送られた生穀の整備は、気や血を作る材料となります。 凍結作用というのは血を一定方向に巡らせまた外に漏れ出さないようにしますこのように中医学の火は消化吸収だけではなく全身の気結を作り出す働きもあるので火の不調は大きな影響を全身に与えます火の運化作用が衰えると気まい液の 心液そして精を十分に作り出せなくなるので全身に不調が出ますえ水分の運化機能が衰えると心液が停滞して痰となり咳や喘息を起こします焼成の機能が弱くなると頭部に栄養をあげる機能が弱くなるのでぼーっとする食べるとすぐに眠くなるなどになりますまた よだれが過剰に分泌されたり、逆に少なくなったりします。また、物事を考えすぎると、火の働きに影響を与えます。胃には、追刻の受脳、不熟、通行を司るとがあります。これは、飲食物が口から食道を経て胃に収納されます。 そのため、胃は水墨の海とも称されています。収納された水墨は、ここで不熟、消化され、下にある小腸に送られていきます。この消化によって得られた水墨の整備は、火の噴化によって全身に供給されます。次に、火に優しい養生法についてご紹介します。 1暴飲暴食をしないこと2胃の働く時間たつの刻午前7時から9時に朝食を食べること午前9時から11時は日の司る時間になります3無理な食事制限をしたダイエットをしないこと4気分がよくない時怒っている時に食事をしないこと5 体調に合わせて黄色い食材。例えば、かぼちゃ大豆じゃがいもトウモロコシみかんなどを普段の食事に取り入れること。6。足三里のツボは膝の下足の外側にあります。次に肺と大腸の生理機能について見ていきます。肺の主な働きには呼吸と気を司る。 先発と宿行を司るとがあります肺は大気中の生気を体内に取り入れる呼吸の働きを行っていますまた先発作用と宿行作用の二つの作用によって気や水を全身に行き渡らせています先発作用は気や水を情報または 外側に広げていく働きですまた免疫作用を持つ A 気はこの先発作用によって体の表面全体に広がり外耳の侵入を防ぎます宿行作用は気や水を下の方にまた内側に向かわせる働きですこの働きで気や 水が足先まで行き渡ります。肺の機能が失調すると、くしゃみや鼻水、鼻詰まりの症状が出たり、呼吸障害が出て、喘息や咳込んだりします。洗髪や宿泡作用が弱くなると、新液が体内を巡らなくなり、停滞してしまいます。また、 風邪を引きやすくなったり、汗のかき方に異常が出たりします。また、大きな悲しみは肺の機能を変調させます。大腸の働きは、小腸から送られてきた残りの水穀の蒼白の中から、余分な水分を再吸収し、便を形成し、排出します。それでは、肺に優しい養生法について紹介します。 1, 1空気の乾燥に気をつけること特に秋冬やエアコン肺は乾燥に弱いため秋冬の乾燥した季節の時は加湿器などの活用をおすすめします。2夜更かしをしないこと3辛いものを食べすぎないこと少量の辛さは洗髪を助けますがとても辛い食べ物は肺を傷つけます。 4悲しみから抜け出すこと大きな悲しみは肺抜きを損ないます悲しみから早く抜け出せるようにすることが大切です。5歌を歌う運動するなどで肺活量を鍛えること。6白い食べ物梨とう蓮根白菜などこういった食材を 積極的にに食事に取り入れること7魚菜のツボを押すあるいは熱くなるまでこすること魚菜のツボは親指の腹の部分にあります次に腎と膀胱の生理機能についてです腎の働きには造成をつかさどる成長発育生殖を促進する 髄を加成し骨を持用し脳につながる歯に関連するまた溝をつかさどる脳器をつかさどるなどがあります。人は先天の性を蓄え後天の性を補充し生涯にわたって成長発育生殖機能を調整しています。この 性を貯蔵する働きを造成作用というふうに言います腎に蓄えられた性は腎性と呼ばれ必要に応じて体の各部位に補給されていきます腎は体内の水分量を調整する働きも行います肺の縮行作用によって腎に集まった水のうち 必要な分は再び3床に戻して循環させ余分なものは膀胱に送って尿として体外に排出します腎には正気を下ろす脳器という作用がありこの働きで肺は新しい正気を吸い込むことができます腎が不調になると足腰が弱くなる性機能が衰える物忘れが増える 耳が遠くなるなど全身が影響を受けて老化が進みます。水を司る機能が弱くなると排泄できなくなった不要な水分がたまってむくみになることがあります膀胱が尿を排出するタイミングも腎が決めているので変調すると尿が出にくくなったり反対に出すぎたりします。脳機の機能が弱くなると 息を吸い込むことに障害が出てあえいだり息切れをするようになります膀胱の働きは尿をためる働きと排尿の働きがありますそれでは腎にやさしい養生法についてご紹介します1長時間の座りっぱなしに気をつけること2過度な性生活を慎むこと 3塩分の取りすぎに気をつけること4恐れや恐怖を克服すること5体を冷やさないように防寒に気をつけること6黒い食べ物黒ごま黒豆黒米きくらげなどを食事に取り入れることそして7足の裏にある湯煎のツボを毎日50回から100回こすること などがありますえ今日は造造学説について皆さんにお話ししましたありがとうございました <music>